そうすやった。どうも、ジャンク TV です。そんなことがあったんでしょうか。よくあるでしょ。はい、まあまあありますね。なんか色味違うなっていうね。でもそれを食べてみると、はい、これ新しいもの発見だなみたいなね。そういうのが今回のジャンク TV もあればいいですね。はい、はい、さあ、ということでございますけれども、うん、じゃあ早速いきましょうか。はい、僕は知ってるんですけど、結構周りの方知らない方が多かったみたいですね。うん、そう、足元に知ってるぜでございますけれどもね。マネーですね。はい、マネーからありますか。なんか音楽のコーナーでいつもお世話になっている陽一さん。あ、立ってらっしゃるんですね。はいはいはい。前々からですね、その若い頃、うん、サーフボードを作っていた。はいはいはい。本人もすごいサーファーで有名だったと。そうです。CHP っていうお店をやってらっしゃいました。出たんです。中学校の頃行ったことあります。あ、そうなんです、ね。ありますあります。でもご本人がそうおっしゃってて、まだちょっと本当かなみたいなのに。お前本当なのかな。失礼やろ。本当ですよ。ただこれがですね、この間ちょっと知り合いになった、はい、そのサーフボード作る仕事をされている方に聞いてみたんです。はい、知ってます？知ってます？って、はい、そしたら。本当にむちゃくちゃすごい人だったらしくて。そうですよ。でサーフィンも抜群にうまいし、うん、でその陽一さんが作る板っていうのもあの人にしか作れない板で、はい、超リスペクトされてて、はい、本当だったんだ。なんで一回陽一さんを疑ったんですか。どこの要素をどこの要素が別に、なんでそういうふうに思うのかっていうのを改めて再確認したんですよ。あ、すごい人だったの。それを売りまくってたらしいですよ。みんなに今広めたかったんですね。はい、売りまくってお店はなくなったってことですか。まあ、かも分かんないですけど、何かあったのかな。そうですか。さあ、ということで、はい、今回のジャンク TV でございますけれども、ちょっとまあジャンク TV、はい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 、まあ、成し遂げたという。ああ、もう皆まで、皆まで言うな、皆まで言うな。ねえ、もうね、完全に成し遂げましたね。はいはい、成し遂げました。今までのジャンク TV の中で一番結果が出たものではないでしょうかね。うん、一体何が起こったのかご覧ください。どうぞ。さあ、今回のジャンク TV どうしたんですか。急に笑い出して。いや、今回のジャンク TV おかしいおかしい。どうしたんですか。なんかいいことでもありました。あった。おう、今回のジャンク TV なんですけれども、はい、以前ですね、はい、県の投稿動画コンテスト、動画、どんなやつでしたっけ。宮崎市細江の山間地域では日向の収穫が最盛期を迎えています。これ収穫した後は何使うんですか。私もわからない。日本の日向、宮崎県。どこ行くんですか。日向見よ。日向って何ですか。ナイターは夜野球見ること、日向は昼間よ。日本の日向、宮崎県。デーゲーム2作品あれ出しましたよね。はい、なんと今回お2作品とも、え、もしかして、もしかして。ウケるウケるって早くちょっと結果結果、2作品とも入賞いたしました。マジですか。あら、本当に本当です。え、これですね、はい、入賞が5作品5作品の中の2つ、はい、そういうことです。2個。こう大ごとですよ。大ごとですし、なんか商品もありましたよね。検索、そうなんですよ。検索品かなんかでね、はい、なんと、はい、入賞者は、うん、県庁にお呼びがかかっております。マジですか。はい、行くんですか。僕ら、私たちはもう、はい、ジャンク TV、はい、県庁に行きます。大丈夫ですかね、これ。堂々と旋回。まあ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 ですよね。入賞しとんないこしてますから。そしてですね、これその場所はい、今なんと県知事も登場いたします。え、直接。はい、ただ一つだけ問題があるんですよ。お、何が。これ県庁にお呼びがかかっている、はいはい、時間帯の問題なんですけれども。時間帯、はい、これね4時なんですよ。4時。はい、4時。うん、お、平日なんですよ。平日ということは、私レディオパラダイス耳が恋したがあるんですよ。え、いけないじゃないですか。じゃあ、そうなんです、はい、これが一つの問題なんで、はい、あなた一人で行くことになります。一人。はい、マジですか。いやー、なんかでもあれじゃないですかね。何ですか。でも県庁の方も、うん、なんか、あ、
じゃない方だけ来たみたいな大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、ということでね、はい、県庁に行った際に、はい、貴婦人さんから、はい、河野知事に確認をしておきたいことだけは一応ちょっと伝えておこうかな、はい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 、ということなんですけれども、うん、まず一つ、応募した作品の中で私は鹿児島弁だったですよ、ね、これただいかんせんね、僕はやっぱり前回の、審査にちょっと納得いってないんで、はいはい、僕は鹿児島弁でちょっと待ってくださいそこ宮崎弁でしょ。いやこれはもう僕のまあ、はい、独断と偏見で、やります。わかりました。いいですか。はいはいはい。それを果たして OK なのかと、入賞 OK なのか。宮崎の PR です、ね、なのに、これ確認していただきたい。確認をね、はい、知事に。これそんなトークチャンスがあるんですかね。作るんだよ。作るの？トークチャンスなんて作るもんだろ。そして、はい、これはもうはっきりしておきたいね。うん。うん、宮崎ケーブルテレビジャンク TV はとりあえず県の広報番組と名乗っていいんですかということもこれはもう再三言っておりますんで、まあ、勝手に名乗ってはいましたけどね、まあ、勝手にでしたよね。これをもうちゃんと公実にしっかりと確認を取ってみていただきたいまあまあそれはまあ是か非か分かんないですけどね。まあ分かんないですけどね、まあまあまあ、一応確認をしてみますわ。最後、はい、これももう何度も再三言っておりますが、はい、私は浜田、はい、そして貴婦人は、うん、もう公務員ということでいいのだと。公務員ですか。もうそうですよ。だって広報番組ということですから、はいはい、なんか特別枠みたいなのあるかも分かんないですよね、うん、もう公務員になったものとして考えていいのかと、うん、いうことのこの3つの確認を、はい、自分でチャンスを、はい、取って、はい、爪痕を残せますか。頑張ります。よし、はい、じゃあ頑張って県庁に行ってきてくださいあ、すみません、ちょっと撮影をさせてさあ、というわけでやってまいりました。あ、ここ静かにね、しないといけないんですけれども、はい、表彰式の本番当日でございます。やっぱりですね、ちょっとこのね、知事とお会いするということで私がバチッと決めてきましたよね。この、まあ、ジャケットなんですけれども、やっぱり県からも表彰されるなんていうことはですね、もうこれオリンピックでやればもう金メダルだろうということで、まあ、この金色のジャケット、そしてやっぱりね、私緑の貴婦人ですので、まあ、これ緑の蝶ネクタイと、そしてやっぱりねクールビズですよね。時代はクールビズということで、まあまあ、じゃあありがとうございます。県の方ですか。あ、今日はよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、金メダルを意識して、はい、はい、以上が、今回の、ね、表彰式の流れということですが、ご質問の方はありますでしょうか。それではですね、すみません、はい、最後に、商品の件なんですけれども、物産館の方にあるで運営しているサイトがあるんですけれども、そちらの方から、まあ、その金額以内のものを、好きなものを選んでいただくということで考えております。以上で説明の方は終わりますが、何かご質問の方ありますでしょうか。はい、どうぞ。今夜の選べるということだったんですけど、はい、もしこれ1万円にこうギリギリになった場合ですね、ちょっと1万円というのは難しいと思うんですよ、はい、例えば何十円何百円の誤差が出ると思うんですけど、はい、そういう時はどうなるんですか。できればその金額いない、いない、いない、分かりました、はい、それ足してこうやればいいんですかね。そうですね。あ、分かりました、はい、現金を足して、あ、それはちょっとそれはできない。あ、なるほど、分かりました。そうです、はい、はい、よろしい。僕からは以上です。さあ、呼ばれましたんで、いよいよ行きます。いざ。緊張しますね、緊張しますね。
いらっしゃいました、いらっしゃいました。それでは姿勢を正してください。ただいまから動画コンテストの表彰式を行います。最優秀賞、三橋幸四郎様。はい、ありがとうございます。優秀賞、小村雄二様。はい、優秀賞、小村雄二様、いただきであります。おめでとうございます。優秀賞、 MCN 宮崎ケーブルテレビジャンク TV 様。これちょっと持ってもらっていいですか。はい、優秀賞、 MCN 宮崎ケーブルテレビジャンク TV の井上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。優秀賞、岩切みなみ様。はい、優秀賞、岩切みなみ様。はい、それでは受賞された皆さんの作品をモニターを使ってご覧いただきたいと思います。MCN 宮崎ケーブルテレビジャンク TV 様の日向の収穫でございます。宮崎市細江の山間地域では日向の収穫が最盛期を迎えています。これ収穫した後は何に使うんですか。私もわからない。日本の日向、宮崎県。はい、日向の果実が大収穫という非常に嬉しいテーマでございますが、最後のお家の、浜田さんのセリフがないと、本物のニュースというふうに錯覚してしまうような、ユニークな作品だったと思います。続きまして同じくMCN 宮崎ケーブルテレビジャンク TV 様のどこ行くんすか。日向を見よう。日向って何ですか。ナイターは夜野球を見ること、日向は昼間よ。日本の日向、宮崎県。デーゲーム、毎年多くのプロ野球チームがキャンプで訪れる日向。最後なんて言われました。デーゲームと。あ、デーゲームと、ね、はい、昼間の試合はデーゲームではないかと。新しい言葉が生み出されましたので、はい、皆さん、最後の萩原さんのツッコミがまた非常にこうクスッと回ってしまいました。ありがとうございます。楽しい作品でございました。はい、あ、どうや、それぞれ素晴らしい作品をありがとうございました。またバラエティーには古い作品がね、出していただいたなという、勢いがいいですね。日本の日向、ね、ありがとうございます。はいはい、じゃあもう仕事としてもやらせていただいているナレーションもですね、そこはちょっと負けられないなと、はい、気合を入れて作らせていただきました。はい、最初の作品なんですけれども、今日はちょっと来てないんですけども、私の一緒に番組で浜田志郎さんが一緒に出てて、若干鹿児島なまりが強かったと思うんですけども、最初ですね、そこはちょっと宮崎の PR 動画としてどうかなと思ったんですけども、そこは大丈夫でしょう。鹿児島でした。なんか物語弁っぽかったですけどね。ああ、そう、はい、そうと思います。はい、はい、そうです、はい、物語弁です、ちょっとなまりが強いんですよ。もう宮崎だと思えば、はい、いいでしょうか。ありがとうございます。OK です。あれはそのどなたが中心になって考えられたんですか。一応内容を考えたのは一応私で、はい、で家族の方に出演してもらおうと思って呼びかけて、うんうんうん、ちょっとかなり短い期間だったんですけど、バタバタと撮って、うん、でもすごい自然な演技ですよね。いやいや、なんかやっておられたんですか。いやなかなかあの味は出せないですよね。どうですか、ケーブルテレビの今度。お母さん、はい、ぜひぜひ出演お願いします。ちなみにケーブルテレビご加入されていらっしゃいますか。ありがとうございます。ありがとうございます。日向のお母さんって感じですか。ああ、そうですね。次はじゃあコンテストがあったらぜひお母さんで一作品使わせていただきます。出演交渉までバッチリですね。あと我々この、今回の動画コンテストもそうなんですけども、はい、宮崎県の主催されるですね、いろんなコンテストでこっそりこうずっとこう応募し続けてたというのは知事はご存知でしたか。ありがとうございます。はい、はい、密かにチェックしてました。はい、でずっとですね、このなんていうんですか、県の主催するこういうコンテスト、我々こう、こう宣伝じゃないですけれども、広報的な感じでずっとそういう思いでやらせていただいてるんですけど、これからもこう
まあ、ジャンク TV、MCN のジャンク TV は県の、まあ、広報も一応担ってるよということで、これ認識しててもよろしいでしょうか。はい、頑張ってください。あ、お願いします。公認いただきました。これはもうあれですかね、じゃあ出演してる我々も、まあ、公務員的な立場というね、こんな進展になりますあのほぼ公務員ということで。ほぼ公務員、はい、ありがとうございます、はい、いただきました、ほぼ公務員志郎さんやりました我々ほぼ公務員です、はい、まあ、でも県民みんなで盛り上げようというね、まあ、日向のプロモーションにしてもこういう投稿動画コンテストでもそういうコンセプトですから、はい、はい、みんなほぼ公務員でも僕らやっぱ貢献度がね、やっぱ違うかなと思うんですけどもね。回数が、そう、回数がですね、今回も2作品こう入れてみましょう。よりもちょっと上くらいお願いしてます、はい、皆さんちょっとだけ上はい、はい、皆さんすいません、僕のちょっと上ね、すあとやっぱり長さとしては15秒っていうのはちょっといいぐらいなんでしょうね。厳しかったです、ね、短いですよね。それが面白いのかもしれないです。あ、どれぐらいあったらいいんでしょうか。いや、15秒って言ったらこうテレビの仕込まれながら15秒なんですね、うんうんうん、その15秒の中でこう何を表現するかっていうのは、まあ、若干得意かなっていうところがあるかもわからないですね。最優秀賞じゃなくてすいませんそれはまあ、はい、そうですけども尻爪痕も残しのね、賞状優秀賞もいただきました。なんといってもね、ちゃんとしっかり確認しましたよ、我々ほぼ公務員ね。そしてまあ MCN ジャンク TV はこれからもですね、まあ、県の広報番組としてやっていってもいいというお墨付きまでこれいただきましたから、でっかいこれ爪痕じゃないかなと思います。あとですね、もう一個いいですか、志郎さんがいなくても一人でもできるというところをしっかりとこのね、テレビの前で表現することができたんじゃない。あ、今後ともですね、ジャンク TV は県の広報番組としていろんなコンテストに参加していきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも、ほぼ公務員です。よろしくお願いします、いやね、はい、もっと言ってよかったんじゃないですか。そうなんですよ、だからもう僕もう知事ぐらいのいやいやいや、ね、ちょっともうどのレベルの人が頭下げるのかがもうわからないです。その局長は来られてたんですもんね。もうすごかったらしいですよ。ジャンク TV に局長来るってもうなかなかないですからね。普段来ない方たちも、来られてましたけれども、うん、ただあの一番最後にね、あなたが僕一人でもできますねみたいなのはあれがちょっとできますってできましたよっていう、あ、そういうことなんですか。僕も一人でできましたよ志郎さんっていう。一人でできるもんだったんですか。いやー、できてなかったですねまあでもあの緊張はあそこじゃないとね、うん、そうですね、まあでもそれぐらい緊張する賞をいただいたと、うん、ありがとうございます、ということでございますので、はい、また、懲りずにですね、宮崎県の広報番組として、うん、ジャンク TV 頑張っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今回はこんなコーナーでした。県産品どうなるんですかね。お、本当や。